こんにちは、まみりんです。今日もご視聴ありがとうございます。ダボードッカンフェス来ましたね。ゴールデンウィークが始まるなという感じですけれども、皆さんダボードッカンフェスもう回しましたか？私も今日これからやっていきたいと思います。はい、壁紙もいただきましたね。ドッカンフェスの新キャラであります悟空とマジュニア、はい、こちらの壁紙で行ってみたいと思います。ダボードッカンフェス、悟空側とマジュニア側がありますね。今日どちらを引くかと言いますと、こちら行ってみたいと思います。マジュニアの方ですね。このピックアップにいます再録された LR のご飯くん、未所持なんですよね。だからマジュニアももちろん欲しいんですけれども、クリリもいいですね。強いしね。これね、こちらのアルティメットソンご飯くん、前回のガシャの時ゲットできなかったので、これも狙っていきたいなと思うんですよ。はい、あとのピックアップはこんな感じなんですね。マジュニアと LR ごはんくん、そして新キャラのクリリン出たらいいな。はい、じゃあまずこの新キャラのね、性能を見ていきたいと思います。まずリーダースキルは天才戦士または恐怖の征服または巨大化カテゴリーの気力プラス3、HP アタックディフェンス 170% アップ、命運をかけた戦いまたは天下一武道会カテゴリーを含む場合はさらに HP アタックディフェンス 30% アップ。なんかあのリーダースキルカテゴリーが3つあるのってなかったんですよね。今まで初めて3つのリーダースキルということで、これもすごいですよね。ではパッシブスキルいきます。長い。大魔王の怨念かな、合ってる。自身の登場時、一度だけ登場時演出が発動。ワンターンの間、高確率で必殺技が追加発動。5ターンの間、自身の気力プラス2、アタックディフェンス 101% アップ。and 自身の気力プラス3、アタックディフェンス 150% アップ。and 必殺技を発動するたびに、さらにアタックとディフェンス 20% アップ、最大 100%。and 敵が1体の時全属性に効果抜群で攻撃。and 中確率で必殺技が追加発動。and 1番目にいる時さらにアタックとディフェンス 100% アップ。敵全体のアタックとディフェンス 30% ダウン。すごいね。攻撃を受けるとそのターン中さらに自身のアタックとディフェンス 60% アップ。 and 2番目か3番目にいる時は高確率で必殺技が追加発動し、必殺技発動時にさらにアタックとディフェンス 100% アップ。 and 条件を満たすと巨大化。というわけでもう何が何だかわからないくらい強いでしょうね。うん、めっちゃ強そう。巨大化するんですよね。巨大化をすると自身の気力プラス3 and 全属性に効果抜群で攻撃し、高確率で会心が発動ということで、全属性に効果抜群はいいね。はい、というわけでめちゃめちゃマジュニアは強い。では行ってみたいと思います。こちら10連無料がついてますよね。3回引くと10連無料なので、まず30連プラス10連という感じで行ってみたいと思います。いくぞー。龍石は結構貯めましたね。頑張って。さあ、10連目はないかな、これはないか。17号 and ブー。そっかー。いやー、ゴールデンウィークがスタートですよね。明日からかな？うん。明日からスタートしますけども、皆さんは、お予定はいかがでしょうか？あ、ヤムチャです。1人目、ヤムチャ。私は生配信をね、何回かやりたいなと思ってるんですよ。YouTube。そして、ミラティブの方でも、決まっているのが5月1日、14時ぐらいから、コラボ配信という形で、TK ゲームさんをゲストにお招きして、コラボでやらせていただきたいと思っております。またお知らせもね、Twitter や YouTube のコミュニティでさせていただきたいと思っています。はい、どうだこれ、ないよねきっと。10連目なしか。でもはい、なんだベジータか。あ、このベジータか。これブルマもういるやつかな。
はい、こちらのベジータね、これですね。なるほどね、まあいいか。はい、10連目はこんな感じで、では20連目いきましょう。さて、なんか出てほしいよね。あ、クリリン一人だ。これいいでしょ、これいいよね絶対。お、来る、何来る、一か八か。お、長い長い、カメハメハ、超カメハメハ。さてさてやった、これはなんか来るよね。これは何が来るかな。ピッコロさん、 B 出る、関係ないぞ。え、セリパ大猿、セリパ、え、何、大丈夫、え、大丈夫これ。あー、クーラー、フェスゲン、これかー、フェスゲンかー、あー、クーラーなのかー。うわー、なんかクリリン一人ってすごい熱いような気がしちゃうんだけど、こういうこともあるのかー。そうだよねー。はい、なるほど、ありがとうございます。まあクーラーもフェス限ですからね。よし、じゃあ30連目いこう。早いな、これが30連目だよ、早いな。なんでなんでよいしょやねん、なんでよいしょやねん、ここで。うわー、もうカメハメハ、このね、構えてる手がね、カニに見えてきますよ本当にね。長いぞ長いぞ、これはまたフェスゲン、え、あ、びっくりしたさっきのクーラーかと思った。これはまたなるほどなるほど、こちらの悟空もいいんだけどね、これとつれますね。まあ先ほどのクーラーもとつれますね、そういうことかな。はい、まあでも1周目なのでクリリン、まんまりね、欲を言ったら、何これ、スーパーベビー2、もう思いもしないキャラ出てきますね。なるほどね、無料分いきましょう。じゃあ、はい、またあの生配信日曜日、次の日曜日に、なあピッコロさん18号さんって、うん、そう、今日今日一周させてもらって、日曜日の生配信の時にまたやりたいと思ってます。なのでもしね、お時間許す方、日曜日4月30日の14時ぐらいから YouTube にて生配信させていただく予定なので、遊びに来てね宣伝を入れていく。はい、今日の今日の一周は、まあでもフェスが終われましたね。おお、一回割れ、これはあんまりというか全然ないかな、ないよね。でもまだこれからですからね、と自分を慰める。最後誰だろうね、ザマス、はい、ザマス今は違うと思う。なるほど、はい、ということで今日のダボードッカンフェス最初の30連プラス10連ありがとうございました。はい、こんな感じでした。なかなか、え、っていうかなんか力属性ばっかり出てませんか。え、すごくないこれ、 SSR 力属性ほとんど、まあ、スーパーベビー2だけ地属性ですけど、え、これすごいんじゃない、なんか知らないけどすごいんじゃないまあでもこちらの悟空ね、悟空ごはんちゃんになるやつなんですね。うん、これはいいですね。そして、あ、クーラもいいですね。うん、クーラもいい。とセリパ大猿とかね、出ました。はい、また今度は生配信にてやっていきたいと思いますので、よかったらそちらの方も遊びに来てください。それでは
ご視聴本当にありがとうございました。次も絶対見てくれよな。